太平洋戦争の終結とともに独立した朝鮮は、旧ソ連が代表するいわゆる東側と呼ばれた社会主義諸国と、西側と呼ばれる自由主義諸国を代表するアメリカとの間の駆け引きによって、北朝鮮朝鮮民主主義人民共和国と韓国とに分断されたよね。そして、同じ民族でありながら互いに敵対することとなって朝鮮戦争が勃発したぜ。この朝鮮戦争は、北緯38度線を非武装地帯とする休戦状態が2024年の現在も続いていて、韓国にとって最も危険な敵性国家は陸続きで同族の北朝鮮であるという悲劇が継続されているわけだ。今回は韓国の潜水艦建造について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、上述したことから韓国の国防上、重要であったのは陸上戦力とそれをサポートする航空戦力であり、大きな海軍を持たない北朝鮮に対する韓国海軍にとっては潜水艦などの装備は優先順位が低かったよ。それに比べると日本は周囲を海に囲まれた島国であるために、かつての旧日本海軍では世界でも高水準の潜水艦建造技術を保有しており、太平洋戦争後、新たに発足した海上自衛隊内ではその過去の遺産を生かして国内開発の、日本独自の国産潜水艦を建造することを待ち望むが上り次第に大きくなっていくんだ。旧日本海軍では太平洋戦争末期に、それまでの主力潜水艦であった水上航行を主体とした、いわゆる潜ることもできる水上艦という意味合いの河川艦に対し、潜航することを大前提として水中速力の向上を重視した潜高型と呼ばれる高速潜水艦である E201 型潜水艦を開発したね。この E201 型潜水艦は水中における高速航行性能を重視した水中高速潜水艦で、水中高速航走性能を追求するため艦隊における抵抗を極力低減するための設計がなされているぜ。船体及び艦橋は流れ線化設計がなされ、艦隊の外部で使用する様々な機器や偽装装備などの突起物は気筒式になっているかもしくは簡素化が図られたな。艦隊上部の注水穴や錨を収納しておくアンカーレセスなどには海水の流れを整えるための整流板が設けられ、それまでの潜水艦に水上艦と同様に設けられていた船体下部のビルジキールは廃止されたほか、海上攻撃用の砲などの搭載を止め、艦橋前後に設置された 25mm 単装機銃は潜航中には甲板の格納スペースに収容されるようになっていて、これらによって完成後の水中速力試験では最大速力19ノットを記録したよ。海上自衛隊ではこの E201 型潜水艦などにおける旧海軍の技術を活かしつつ、戦後にディーゼルエレクトリック方式の機関を持つ林尾型を開発建造し、そこから発展型の夏尾型、やや大型の大尾型を経て浅尾型につなげ、水中航行性能がより重視された完全覆から構造の類的型の艦型を持つ水中最大速力20ノットの渦潮型潜水艦を生み出し、さらに有潮型から春潮型へ大型化していき、1994年平成6年に部分単核構造で葉巻型の艦型を持ち、静粛性が高められた親潮型が登場したってわけ。そして、X 字型舵が採用された双流型からリチウムイオン蓄電池を搭載した現時点での最新鋭主力潜水艦である太平型へとつなげてきたわけだな。そのように潜水艦建造技術を発展させてきた日本と違い技術の蓄積が全くなかった韓国だったんだけど、北朝鮮海軍が中国海軍から通常動力型潜水艦を導入した上で、小型ながらも潜水艦の自国開発と建造を進めているとの事実に直面し、遅まきながら潜水艦の保有計画が立ち上がったよ。KSS-1 と名付けられたこの計画において韓国は、潜水艦を運用しているアメリカや日本の協力を得られなかったためにドイツの209型通常動力型潜水艦の建造技術を導入することとなり、ホバルツベルケドイツ造船 HDW21 番艦として張り保つサワチャンボコを発注し1993年に収益させ、その後の2番艦リ船と3番艦サイシゲル船の建造は艦隊ブロックを HDW に製造させて韓国のテウ造船海洋で組み立てる、
いわゆるノックダウン生産方式で実施され、4番艦木位以降を韓国でライセンス生産するという手順で潜水艦建造技術やメンテナンスなどの手法の習得を目指したんだ。ジャンボ5級通常動力潜水艦は水中排水量1285トン全長56メートル全幅 6.2 メートルほどの小型艦で、機関方式にはそれまでの潜水艦と同じオーソドックスな鉛製蓄電池とモーター、ディーゼル機関が採用されたディーゼルエレクトリック方式の潜水艦で、当初18隻の建造が計画されたが9隻で建造終了となり、韓国海軍は次に同じ HDW 製で燃料電池方式の非対機依存推進機関 AIP が搭載されより大型の214型通常動力型潜水艦を導入するみたい。韓国は9隻の214型をテウ造船海洋とヒュンダイ重工業にライセンス生産させることによって、潜水艦の設計建造技術の習得を終えたとみられ、その後のトサンアンチャン補給の設計建造を独自で行えるようになったな。韓国が建造した214型の1番艦ソンオニルは水中排水量1860トン全長65メートル全幅 6.3 メートルと、ジャンボ5級より一回り大型であるが、AIP を実現した燃料電池が潜航中に停止したり、スクリュー軸から発生する騒音が大きく問題となったために軸を交換したり、韓国メーカーがライセンス生産したボルトに欠陥があり艦橋と甲板をつなぐ部分が漏水するなどの不具合によって、旧跡の同型艦も含めて運用停止措置にされるなどの問題が発生しているぜ。韓国ではこのような経緯を経て2011年8月に、初の大型国産潜水艦として KSSIII チャンボコ3とも呼ばれる3000トン級の、トサンアンチャン補給通常動力型潜水艦を収益させたことを明らかにして、アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、ドイツ、スウェーデン、そして日本と肩を並べる潜水艦が建造可能な国家となったことをアピールしたよ。トサンアンチャン補給潜水艦バッチ1は水中排水量3800トン全長 83.5 メートル全幅 9.6 メートル喫水 7.62 メートルで、214型のソンオニエル級と同じく、機関方式には従来と同様の鉛蓄電池を使用したディーゼルエレクトリック方式に加えて AIP として燃料電池が採用されているんだ。ソンオニエル級では潜航中に停止するなど大きな問題を起こした燃料電池だが、トサンアンチャン補給に搭載されるにあたり大きく改良されたとされ、これまでのところ不具合が生じたといったような情報は明らかにはなっていないな。ソンオニエル級のパッチ1は2番艦暗部と3番艦新最高の3隻のみで、続くバッチ2が2023年3月からテウ造船海洋で建造が開始されており、このバッチ2では従来の鉛蓄電池に変えてリチウムイオン蓄電池が導入されることになっていて、バッチ1以上の水中作戦能力と運用時間の向上が期待されているぜ。また韓国のメディの報道では、バッチ3が原子力潜水艦となる可能性が言及されているが、これについては韓米原子力協定などがあるために同国が原子力潜水艦を建造することは難しいとの見方があるな。そしてトサンアンチャン補給潜水艦の最大の特徴は、艦橋後方にミサイルの垂直発射システム VLS が6セル搭載されている点だぜ。この VLS には艦対地ミサイルが搭載されるとして、当初は巡航ミサイルの原部 3C が収容されるものとみられていたが、韓国のメディアでは原部 2B を元に開発された潜水艦発射型弾道ミサイル SLBM であると報じられ、2021年9月15日には、最新 SLBM の原部44を1番艦とサンアンチャンホの VLS から水中射出する、試射が行われ成功したと伝えられていて、さらにバッチ2に搭載される VLS は10セルに増備される予定らしい。ただ、韓国が地続きの北朝鮮を仮想敵国としているのであれば、このトサンアンチャン補給のような長射程の弾道ミサイルを発射できる潜水艦は必要ないとされ、VLS が装備された潜水艦を保有するのは、日本を仮想敵国として意識している可能性を否定できないとする見方も出ているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。